皆さんこんにちは。修司とアキラ、亀と山 P といったユニットとしても活動していた山下智久さんと亀梨和也さん、2月には2人揃ってインスタライブを行うなど変わらぬ交流でファンを沸かせた2人。そんなお二人は4月期の連続ドラマでそれぞれがメイン級のキャストとして出演し話題になりました。しかし絶好調にも見える2人も今や旧ジャニーズの後輩グループのファンからは困ったおじさん扱いされているようです。一体何があったのでしょうか。調査したのでご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。同学年の亀梨和也さんと山下智久さんは2005年11月放送の日本テレビ系ドラマ「のぶた」をプロデュースで共演。そこで期間限定ユニットの「修司とアキラ」を結成し、主題歌の「青春アミーゴ」がミリオンセラーの大ヒットを記録しました。その後2017年には同曲系「僕運命の人です」で12年ぶりに再共演し、スペシャルユニット「亀と山 P」を結成してシングルを発売しました。そして2005年に結成した「修司とアキラ」から約19年、亀梨さんと山下さんが4月期民放ゴールデンプライム帯連続ドラマのメイン級キャストでそれぞれ話題を振りまきました。2人は2017年にもドラマ「僕運命の人です」で共演し、亀と山 P 名義で活動。山下さんが20年に旧事務所を退所した際、当時予定していた「修司とアキラ」から結成15周年を記念したアルバムの発売及びドームツアーをはじめとした多くのプロジェクトが中止となり、宙に浮いた状態になっていました。しかし今年2月インスタグラム生配信で2人は約4年ぶりに共演。配信は異例の謝罪から始まり、2人は「自分たちの口からちゃんと言いたかった」とし、ご心配とご迷惑をおかけしてしまった、期待に応えることができずごめんなさいとファンに向けて頭を下げました。2人にとってもずっと心残りだったと言います。その上で2人でまたリスタートしたいと将来的なコラボをファンに約束しました。これにファンからは「修司とアキラだ、すごい時代になった」、並んでる絵面が最強すぎる、イケメンすぎて画面割れそう、また2人が揃って見られるのが嬉しすぎる、2人の友情に感動、私の中で止まってた時計が動き出した、などのコメントが寄せられました。そして同月に行われた亀梨さんの誕生日のソロイベントにも山下さんが登場し、ミリオンヒット曲「青春アミーゴ」を披露。亀梨さんは「また何か一緒にやっていきたい」と話し、山下さんも希望があふれてる、ぜひみんなも期待して待っててくれたら嬉しいなとし、全ては応援してくれている皆さんのおかげ、これからもよろしくお願いしますとファンを喜ばせ、修司とアキラ、亀と山 P の盟友2人が再び熱い交流を見せました。亀梨さんは4月期春ドラマ「デスティニー」で主演の石原さとみさんの相手役を担いました。このドラマ放送直前には22年に亀梨さんがワウワウで主演を務め、逃亡する死刑囚という難役をこなした連続ドラマ「ダブル招待」がネットフリックス日本トップ10で1位となるなど、役者としても改めて注目が集まりました。デスティニーでは初回から大学時代の回想で田中みな実さん演じる同級生が事故死する衝撃展開、そこに亀梨さん演じる元恋人の乃木正樹や石原さん演じる西村奏の父の死も絡むなど大きな話題になりました。正樹の失踪から2人は再会し、現在の婚約者との間で揺れ動く奏、検事である奏と放火事件の被疑者となった正樹が対峙する長尺の取り調べシーンも見応えがありました。そこから人たらしの正樹らしく一緒に逃げようと2人で逃避行に出るなど、ありえない展開ながらちょっと悪い色気を醸し出す正樹に頼まれたら断れないだろうと思わせる説得力もありました。見逃し配信では
初回再生回数がテレビ朝日ゴールデンプライム帯史上最高記録となる440万回を突破し、全話累計再生数が2500万回を記録。 TVer お気に入り登録数でも最終回放送時点で120万を突破するなど、春ドラマでダントツ1位となりました。また平均世帯視聴率は全話平均で 7.4% と春ドラマの3位につけています。最終回は最高の 8.3% を記録しました。その肝心の最終回では、すでに分かっていることだらけの真相が再度明かされるだけと、やや肩透かしになりましたが、舞は大きく引きつける展開と演出で考察が繰り広げられ、なんだかんだ最後まで見た視聴者が多かったようです。物語の主軸はあくまでも主演の石原さんですが、賢治であるはずの彼女を大きく揺さぶる魅力的な正樹を亀梨さんがしっかりと演じたこともその要因となっていました。一方、山下さんは4月期春ドラマ「ブルーモーメント」で5年ぶりの民放連ドラ復帰となりました。1、2話こそ平均世帯視聴率 8% 台と堅調な滑り出しながら、9話までで全話平均が 6.7% と苦戦を強いられました。ただ山下さん自身は気象学の天才である気象庁気象研究所の研究官春原官九郎という役柄を、自らのオーラと力強い眼差しで最大限に表現しています。ドラマ「ブルーモーメント」の問題は、一つ目にやはり災害に際しての人命救助で、要救助者に対し直接的に手を施せる医師やレスキュー隊員と違い、春原の指示を出す人の側面が強すぎたこと、また春原という人物にまだ感情移入できていない早い段階で、春原が属する特別災害対策本部 SDM の別のメンバー一人一人にスポットを当てすぎて主人公が霞んでしまったこと、そしてヒロイン久保田綾の新米研究助手という初々しさを出すために新進気鋭の出口夏希さんを起用していますが、デスティニーの石原さとみ×亀梨和也ほどには強いシナジーは生まれなかったように感じます。ブルーモーメントはあくまでも SDM のチームとしての一体感を強調していたので仕方ないですが、出口さん演じる久保田がいまいち何をしているのかわからない回も多くありました。また本筋は大災害からの救助のはずが、海難事故を扱った回では現場の船のシーンがなく音声のみで描かれるなど、予算の厳しさがはっきり分かってしまうことも多々あり、主演の山下さんにはどうにもならない問題もありました。しかし見逃し配信で300万再生を記録し、9話放送時点で TVer お気に入り登録97万を記録するなど、山下さんが持つ求心力は証明されており、コードブルーの続編や山下さんの新たなヒーロー像に期待が持てる結果となりました。春ドラマを賑わせ良好な関係にある名優同士の亀梨さんと山下さん、過去に2度秀司と明亀と山 P でタッグを組んだ2人が、将来的に再タッグを組む可能性もなくはないでしょう。そんな現役でドラマで主演級を演じ絶好調にも見える2人ですが、後輩グループの旧ジャニオタからは困ったおじさんと指摘され始めており、頭を悩ます存在となっているようです。山下さんは4月に放送されたフジテレビ系突然ですが占ってもいいですか2時間スペシャルにドラマの番宣ゲストとして出演し、占いの結果今後後輩プロデュースがあることも告げられていました。山下さんは、まだ言えないんですけどプロデュースするっていう案件が2つくらい、僕が言ったというよりは頼まれてきたと答えていましたが、これがタイムレスと見られています。4月20日には同メンバーで山下さんとの親交が深い菊池風磨さんが個人のファンクラブの設立を発表すると、山下さんは自身の X で
フーマの個人ファンクラブに入ることになりました。フーマも俺の入ってね、とポスト。元メンバーの中島健人さんが、グループ卒業を発表する直前の、昨年12月にも、山下さんは、山下くん、伝説のドラマすぎて、震えながら見てます。良すぎて舞は泣きそうになってます。っていう仮に点数をつけるとしたら、100万点のラインをいただきました。この写真付きで、活躍も嬉しい限りいつもありがとう。ハッシュタグ菊池風磨などと、仲の良さをアピールする投稿がありました。これについて旧ジャニーズ担当記者は、山下さんが菊池さんとの仲を匂わせることに不快に感じるファンの声は少なくありません。グループ内で力を持つ菊池さんが山下さんのプロデュース案を推し進めたから、グループが分裂したのではと物議も醸しました。オーディション開催でジュニア以外は一般人から募集する形式なども関係しているのではないかなどです。そもそも山下さんは2020年10月に海外作品への出演などを理由に旧ジャニーズ事務所を辞めていますが、同8月には週刊誌に未成年飲酒疑惑が報じられ、芸能活動自粛を発表しています。一時の勢いが衰えた山下さんがノースキャンダルのグループタイムレスにあやかるのではないかと懸念するファンは少なくありませんと語ります。また山下さんのスキャンダル時に同席していた亀梨さんも厳重注意処分を受けています。その亀梨さんも昨年インスタグラムや YouTube を開設し、 SnowMan の目黒蓮さんを中心に人気グループの後輩で再生回数稼ぎをしたことが批判を浴びていました。前室の旧ジャニーズ担当記者は、亀梨さんの場合、目黒さんとの仲や後輩への面倒見の良さが旧ジャニーズファンの間ではそれほどと評価されていたことから、コラボに好意的な声ばかりではありません。俳優としてもデスティニー、大奥の演技評価は厳しい。21年に始まったバラエティの初 MC 番組も1年で打ち切りでしたから、将来を見据えた個人活動を考える中で試行錯誤しているとみられます。山下さんも亀梨さんも旧ジャニーズの一時代を築いた先輩とはいえ、若手グループのファンからは絡んでくるめんどくさいおじさん的な冷ややかな反応が見られますと話しています。ノースキャンダルの後輩頼みなのも反感を買ったのかもしれませんね。いかがでしたでしょうか。さまざまな作品を通して平成のドラマシーンを彩ってきた亀梨さんと山下さん、ドラマ共演で話題を集めるだけではなく、主題歌も爆発的なヒットを飛ばすなど、ユニットを通して一大ムーブメントを巻き起こしてきました。令和でも若き俳優陣が続々と輩出されていく中で、今なお話題作に出演し続けているのは、かねてからの変わらぬ人気はもちろん、俳優として様々なジャンルへの挑戦によって得た芝居の深みと厚みがあるからでしょう。よそじが見えてきたお二人、この先はどんどん渋みが加わっていくであろう芝居がとても楽しみですね。今後の二人のさらなる活躍を期待しています。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いします。それではまた。